と、はい、投手戦になる可能性が結構あるんですけど、頑張っていきたいと思います。で、相手のピッチャーは平山ですね。そこまで強くはないけど、ただ調子が上がってるのもあるし、何より防御率が 3.15 っていうところを見ると、やっぱ今シーズン調子のいいピッチャーなのかなっていうところはありますね。なので、ちょっとやっぱ、どうしても打つのが難しくなるピッチャーですね。大変ですね、ちょっと。なんで本当に1点が貴重になるので、マジで気合のタイミングとか、そこまでちょっと神経を使いつつやっていかないといけないかな。で、相手のバッターは熊本ですね。打率がもう化け物です。はい。もうね、ミート S の選手よりも打率が高いミート A プラスっていうことで。非常にね、センスもあるバッターなのかな多分。綱本、2割台にヒット打たれる、2割台というか、2割ジャストにヒット打たれるのはちょっと辛いな。で、おうおう、なんかすごい、ランナーが一時停止したけど大丈夫あの、ここ道路じゃないから一時停止しなくていいんだよ。分かってるかな、ファーストランナー、ちょっと。オッケー、山行きいいね。山行きなんか、めっちゃ調子落ちてたけど、ちゃんとヒット打ってんの偉いわ。うん。いやー、並木は、ちょっと、せめて外野に飛ばしてほしい。ね、キャッチャーフライっていうね。うん。さあ、原口。ね、ちょっと、さっきの試合いいところ見せられてなかったから、ね、この試合はちょっと頼むよ。うん。どうにかいいところを見せてあげてほしいですね。先どころ。まあ、調子は落ちてるけど、うん、まあ、来どころとかに関してもほぼ守備なんだよな。理由守備で採用してるみたいな感じになってるから。うん。アウト。いや、でも的場もさ、言うてね、防御率 2.47 だから悪くはないよね。成績的には全然いいし。まあ、ちょっとまだ2桁勝利に達してないんで、まあ、この試合勝てばね、2桁勝利になる。これ3年連続2桁勝利になるのかな、これで勝てばね。うん。そうよね。3年目でさ、3年連続2桁勝利できたらなかなかよね。うん。だから、頑張ってください。打線、主に打線頑張ってください。ね、いくらね、的場が0点に抑えたとしてもさ、打線が点取ってくんないけどさ、勝ちつかないからね。そう、的場はなんかいいピッチングするんだけど、勝ちに恵まれないイメージがある、今シーズンは結構。うん、逆に昨シーズンは結構打線に助けられてた感じはあったんだけどね、的場はね。いや、こんな感じでね、なかなか打てないですよね、レパーズ相手に。さすが防御率2点台のチームだなっていう、いった感想ではございますが。だからこそやっぱり、頼りになるのが一発の本塁打ホームラン。うん。そう。不意打ちの一発ね。やっぱホームランってコスパいいよなって思っちゃうけどね。うん。いくらね、ヒットが出ていなかったとしても、このホームラン一本でね、試合が決着することもあるわけなんで。はいはいはい。とりあえず的場は人数的には打者9人でね、3回終えていい形に持ってきてるかな。そう、だから、まあ、一撃とかね。はいはいはい、オッケー、岩切ナイス。3番誰だっけ、錦織か。まあ、調子がちょっと落ちてるのがね、不安要素ではあるけど、打てるぞ、錦織。ゲッツーは回避、オッケー。ゲッツー回避できるなら、まあ、いいでしょう。山行き。どうだろう、山行き打ってくれるかな。オッケー、エラ、よし、でかい。でかいぞ、よし。さあ、ここ頼むぞ、得点圏打率3割5分1厘。まあ、ランナー走らない。走ってほしかった。原口、ここだぞ、ここしか勝負どころねえぞ。オキちゃん、原口ナイス。あ、ルーキー原口やりました。やったぞ、ルーキー原口。やったな、お前。ちゃんと、ね。おぉ、そして、気どころが、気どころは決めてった、ナイス。すげえ。全然期待しなかったのに。ちょっとひどいこと言うけど。おぉ、いいぞいいぞ、なんか知らんけど、平山を攻め立てている。何が起きたのかわかんないけど、ちょっと平山を攻略してるぞ。続け、藤掛も。
ああ、ファーストフライ。まあまあまあ、いいでしょう。もう4点取ったからもう十分よ。本当に。平山相手に4点取れれば十分。あとはね、的場なりなんなり、投手陣がしっかり抑えてくれれば OK。まあ、だけどね、やっぱ、守りに入ると良くないって言うから、まあ、攻めの野球を続けてはいきたい感じではあるけど。どうだろうね。はい、サードゴロ。いいね、的場。やっぱ違うわ。やっぱエースは違うわ。さすがだわ。もう、すげえ。もうね、守備の時何も話すことがない。逆に配信向きじゃない。むしろもう淡々と抑えすぎててさ。ドキドキする要素とかが皆無なんだけど。配信向きじゃないピッチャーね。ほんと。なんか、まあ、抑えるは抑えるでも、その三振とかね、まあ、ズバズバ取っていくタイプのピッチャーだったらさ、ね、三振取るっていう、まあ、絵面がさ、まあ、ね、配信に向いてるっていうふうに言えるのかもしれんけどさ、ね、淡々と、ね、なんか内野ゴロ、外野フライとかで打ち取っていくだけだと、本当に守備の時何も話すことがないんだよね。まあ、抑えてくれるのはいいんだけどね。別に。そう。まあ、そんななんか、だからってそんな、ドキドキの要素を求める必要ないんだけど。ああ、はい、ホームランか。いや、まあ、なんねー。まあ、仕方ないか。仕方ないんだけど。ね、普通に打つバッター出してね。まあ、切り替えて、抑えていきましょう。むしろホームランの1点だけで済んだなら、まあまあまあ、それはそれでいいかな。まあ、ランナー溜めた状態でね、ホームランとかの方がめんどくさいので。あとは、あれ、やっぱランナーがいる状態でのピッチングの方が体力が減りやすいっていうのがあるので。ストライクんか。で、まあランナーを溜めないっていうのは、割かしその、まあ体力を温存するとかっていう観点に立った時に割と重要ではある。ただ、ホームラン打たれると調子が下がるので、そこはちょっと懸念点であるよね。さあ、もう原口ね、もう一本打っていいよ。ホームランでもいいよ。あ、おお、いいじゃん。原口どうした？急に。急に覚醒した。気どころも覚醒したけど。ね、パワー D でまさかスリーランホームラン打つとは思わんやん。右狙いで。まあ、最悪進塁だ。最悪進塁だとし。ストライク。セカンドゴロで、セカンドフォースアウトの進塁打で、ツーアウト一三塁みたいな流れを作りたい。あ、もうそれ以上。ああ、石田夏はさすが。いいね。それ以上だ、ほんと。ちゃんと期待以上の結果で答えてくれるのはもうナイスすぎる。オッケー、藤掛もった。お、ちょ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 、ちょ、おい、セカンドを信用しろ。セカンドを信用しろよ。なんでライトからさ、セカンドベースまで走ってくんだよ。トレーニングしてんじゃねえんだぞ。もうこれ真面目な試合だぞ。優勝を決めるさ、真面目な試合でさ、何してるんですか、ライト。何がしたいんですか、ほんと。本当にさ、そんなテレビに出たいからってさ、そんな変なプレイしないでよ。ねえ、もう。ちょっと、まとも頑張ってくれ。6回。この6回が大事。オッアウト。ケー。セカンド投げれなかった？それ。セカンド、タッチアウトは無理？ セカンドタッチアウト無理？ほら、セカンドタッチアウトしないからさ、点が入るじゃん。まあ、ちょっと、ここ正念場だな。しっかり押さえてほしいな、6回。オッケー。よし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 。オッケー。さすがさすが。ここで崩れないのがエース、的場。今切り。頼むよ。ショートゴロ。おい、西堀。もう一点欲しいな。点取られた後だから、しっかりと点取っておきたいところだけど、なんか細い果樹に押さえられてる。果樹って名前見ると、リンゴが連想されるよな。リンゴ。ストライクアウト。まあ、果樹園って言ったらやっぱリンゴだよね。いやー、何回もできるか？目指せ HQS。目指せ HQS。ストライクいいアウト。ね。HQS まであと2人。頼むぞ HQS。
いいじゃんね、最後のね、2桁勝利がかかった試合でさ、HQS 達成できたら。それでこそやっぱ本物のピッチャーだよ。やっぱ、その、ダメだね。まあ、そういう時もあるわ。残念ながら HQS 達成できず。あ、ちょっとまずい、まずい。ちょっと、ダメ？もう、ダメ？ほんと。まともダメ？もう。あ、オッケー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 。まあ、そうやったからいいでしょう。よくはないけどさ。よくはないけどいいでしょう。はい、オッケー、ナミゲート取った。オッケーオッケー。先発全員安打もいけそう？ワンチャンいける？先発全員安打。オッケー、フォアボール、ナイス。よーし。さあ、気どころ、覚醒してるぞ、今。もう覚醒中だよ、気どころ。絶賛覚醒中、気どころ、ナイス。ああ、すごい。おお、おお。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。もう普通に打たせるわ、もう。ね、今日2安打打ってるんだし、もうご褒美。もう、何してもいいよ。はい、はい、はい。まあまあ、いい、いい、いい。悪くない、悪くない。ふじかけ。さあ、犠牲フライでもいいよ。セカンドフライは、もうちょい飛ばしてほしかった。もうちょい飛ばしてくれれば OK。小柳丸も代打でいいわ、これ。北崎いきます。っていうのも、もう守備固めに入りたいんで、こっちも。なんで、ここはまあ、小柳丸も代打で北崎でいいかな。まあ、ここの結果はまあ、そこまで影響しない。北崎センターの山池ライトの、あ、山池ライトね、岩切ライトでいいか。岩切ライトの山池サード。で、まあ、岩切に変わってロダリックライト入れちゃおうか。これで、はい。さあ、黒本は、ああ、特にあるか。4点差だから藤島でいけるかな？いや別に、まあね、ナメプとかしてるわけじゃないんだけど、まあね、左バッターだし、ね、左バッターだからちょっと、左ピッチャー合わせるみたいな、あるじゃん、そういうの。だからそういうことをしてみたかったっていうだけの話。はいはい、まあでもね、言うてさ、藤島もさ、防御率2点台切ってるから、優秀は優秀よね。言うても。言うても優秀なのよ。ほら。何この安定感溢れるピッチングは。素晴らしいじゃない。いいね。よし。さあ、ロダリック。途中出場だからね、パワーはもう、蓄えてるよね。三振か。まあ、いいでしょう。しっかりと守備でね、貢献してくれれば OK。西来い。おい、ほいほい、いいバッティング。いいよね。やっぱ、流し打ちってさ、見てて綺麗だなって思う。特に左バッターのさ、レフト前の流し打ちとかね。見てて綺麗だわ。はい、オッケー、もうダメ押しの方2点。すげえな。山行、この配信でもうホームラン3本打っとるぞ。やばいな。そんなにアピールしたの？ そんなに視聴者にアピールしたの？ でもね、原口もね、この試合に限って覚醒してるからね。タイムリーと、まあ、3出塁？さらにもう1本打つね。いいね。もうサイクルヒットは無理だけどね。サイクルヒット無理だけど、狙っちゃうタイプのね。で、気どころはサイクルの可能性あんのか。一応、スリーベース打てば。まあ、そううまくいかないんですね。はい。それは現実です。はい。さあ、ちょっと、胴上げ投手誰にする？胴上げ投手誰にするか問題。ここはさ、相手のメリルとかありだと思うんだよね。相手のメリル。言うても、そう、大田原が怪我して、まあ、大田原っていうピッチャーがいたんですけど、うちに。が、怪我した時に、このメリルがね、救済をしてくれたんですよ。ほら、見てください、このメリルの成績。11試合の登板で7勝1敗っすよ、もう。ね、素晴らしいっすね。てなわけで、まあ、最後はちょっとメリルに託しましょう。ちょっと。ね。そう、的場メリルみたいな感じでさ。そう。やっぱね、今シーズン活躍してくれた、やっぱね、選手を最後に優勝したいじゃないですか。しっかりと、メリルで締めて終わるみたいな。ね。ここさ、ここ3人で切ろうよ、しっかりね。せっかく、ね、いい感じでさ、締めようと思ってたのにさ。はい、OK。よーし、ラミオス、打ち取りましたってことで。はい、これね、最終戦圧倒しましたね。これ優勝っすね。はい。優勝っすね。はい。はい、優勝しました。ありがとうございます。はい。
いやー、ちょっということで、まあ、見に来てくれた方、ありがとうございました。ということで、配信を終了したいと思います。大丈夫だよ、ちょっと。初めての配信だからね、間違って配信継続してたみたいなことがあるとあれだけど。じゃあ、配信終わります。ご視聴ありがとうございました。